こんにちは、本間です。こんにちは。私たちは元気です。昨日クラファンが終わって、電話をくださったりメッセージをくれた方もいるので、心配していただいている方もいるのかなと思って、今回はちょっと動画を撮って、現状の、クラファンやってみて、の感想とか、自分たちのこれからの話っていうのを今回の動画で話していけたらなというふうに思っています。冒頭でも言いましたけど、僕たちは元気なので、今回の動画はネガティブな感じではなくて、これからのことについて思ったことを話していけたらなというふうに思っています。あとクラファンを振り返っての感想とかですね、はい、まずはクラファンをご支援していただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで300万近くの金額が集まり、僕らも本当に驚きながらクラファン期間を過ごしていました、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に残念ながら僕たちの力不足で目標金額の500万には達成しなかったんですけど、本当にクラファンはやってよかったなと心から思っていて、特に人とのつながりを強く感じれたっていうのが僕の一番思っていることで、僕は特に、10代は北海道、20代は東京、30代は鳥取っていう、ちょうどこの区切りよくライフステージを歩んできて、で結構いろいろと転々としてるんですけど、その都度に大切なつながりみたいのは人それぞれあったりすると思うんですけど、今回のクラファンを通して、こういう人が応援してくれるんだとか、つながりを強く感じれたのはすごく自分の中で嬉しかったっていうか、もちろんそのお金を支援してくれたからその人がつながってるっていうわけでもないんだけど、やっぱりその人が困っている時にこう助けてくれる、助け合える関係性っていうのは僕はすごくいいなと思っていて、今回僕はテイクする側だったんですけど、今回ギブしてもらった方にはちゃんとギブでお返ししないといけないなというふうに今回クラファンやって思いました。本当その通りですね。個人的にはクラウドファンディング最初はすごく挑戦するか迷っていて、なんでかっていうと、そのクラファンをするっていうことに私の苦手なことがたくさん詰まっていて、一つ目がその自分のことに対して他の人に助けてくださいってお願いをすることで、もう一つが自分の思いとか考えっていうのをその不特定多数の方が見えるところで発信するっていうところがすごく怖かったので、その2つがあって結構始める前とかは嫌だなって思っちゃってたんですけれども、でもそうも言ってられないしやるぞってこう飛び込んでみたら、こう自分が心配してたようなことっていうのは全然なくて、皆さんものすごく温かく応援してくださったし、励ましの言葉も本当に心に染みるようなもの、本当に何でしょう、心から私たちのことをケアして言ってくれてるような言葉がたくさんあって、自分はこんなにたくさん温かい人たちに恵まれてたのかっていうのを改めて感じることができて、本当に挑戦してみてよかったなって思いました。僕たちもそのクラファンやったことなくて本当に新しい挑戦で、今振り返ればもっとこうやればよかったなとか、そういうのはめちゃめちゃあるんですけど、やっぱり後悔より
満足してることの方がすごく強くて、感謝が強いね、はい、だから本当にありがとうの気持ちでいっぱいです、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。私たちは移住して4年目ぐらいのまだ新米移住者なんですけれども、それでもこんなにたくさんの地域の方が応援してくださっているってこと自体がね、まず貴重な奇跡だと思うし、うん、宝だなって思いました、うん、今回目標金額を500万に設定して、ウォール・オア・ナッシングっていう、これ目標金額に達成しない場合は一切僕らは受け取れません、で集まった金額は、まあ、全額も返金されますよっていう形を、まあ、取ったんですけど、もちろん500万達成しなくても集まった金額だけもらえるっていう、まあ、そういう方式も取れることは取れたんですけど、うん、まあ、僕らのこの宿の計画的には、まあ、最低でも500万は必要で、今回300万近く、まあ、集まったと思うんですけど、まあ、その金額をいただいて、まあ、規模を縮小して宿を建てていることももちろんできた、うん、そうだね、クオリティ下げてね、はい、うん、ただクオリティは下がるし、そのご支援していただいた方とか、まあ、地域の方々になんかこう公に言ってたのに この程度の建物かとか、うん、そういうなんか失望されるなら僕たちはやらない方がいいという、うん、まあ、そういう考えもあって今回その、まあ、500万っていう目標金額を、まあ、設定しました、うん、でその選択は僕ら今振り返っても間違いではなかったなと思っていますし、うん、まあ、今回達成しなかったので、まあ、宿をやるのはちょっと、まあ、延期というか、今回はタイミングではないと僕らは、はい、考えています。まあ、その、まあ、目標金額に達成しなくて、まあ、本当にご支援していただいた方には本当に申し訳ないんですけど、まあ、僕らはすごく、やることはやって満足感もあって、まあ、これから自分たちの進むべき方向っていうのもクラファンを通して見えてきたと、まあ、思っているので、まあ、そうですね、だから本当に、うん、まあ、私たちにすごく期待してくださった方とか、ずっとサポートしてくださった方とか、あと宿自体を楽しみにしてくださった方にはもう本当に申し訳ないんですけれども、でも私たちとしてはこの地域を盛り上げたいというか、もっといい地域にしたいっていう思いだったりとか、この地域の良さを発信していきたいっていう思いは変わらず持っているので、いつかまたそれが別の形か、ちょっと進化した形なのかわからないですけれども、はい、新しいアイデアとして生まれるかもしれないですし、うん、ちょっとその時はまたもしかしたら皆さんのお力をお借りすることになるかもしれませんが、引き続き見守っていただけると嬉しいです。はい、僕らはこれで終わりじゃないので、始まりなんで今回、事業を始めることができなかっただけで、僕ら事業借金をして事業失敗して会社が倒産したわけではないので、はい、まだ何も始まってないので、うん、まあプライドぐらいですよね、自分たちの傷ついたのはでも傷つかなかった、案外傷つかなかった、まあそうですね、うん、公開処刑にあったっていうのはありますけどね、うんうん、でもなんかもっとこう本当には他の人に会いたくないなとか思うかと思ったら全然そんなこともなくて、うん、まあ、あとは前地域のお兄様お姉様に20代はいくらでも失敗しときなさいっていうアドバイスをいただいたので、うん、まあ、そうですよね、そうそうそう、これまでの私の人生ではっきりこれ失敗だったみたいなことってあんまりなかったんですけど、まあ、今回って結構分かりやすく失敗だったなと思って、本当に
いい経験を積ませてもらったなと思ってます、うん、共感していただいた方は結構多かったんじゃない、なんかメッセージもらった感触としては。終わってからもメッセージをくださる方がたくさんいて、なんか なんだろうねこう、うん、ちょっと、まあ、感謝の気持ちでいっぱいです本当に。そう、うん、それ以外なくて、それでもそれ以上の気持ちもあって、うん、どう表現していいかわからないですけれど、うん、なんかとにかくさらにこの地域のことが好きになったし、うん、皆さんのことが好きになったし、うんうん、いい時間だったなと思ってます。はい、うん、まあ、僕たちは今回の戦闘で傷を負いましたけど少なからず刀は抜いたと思っていて次世代にバトンを渡したじゃないけど、このやり方みたいのを、まあ、反面教師じゃないけどいい教材にしていただいて、まあ、これから出てくる侍の出現を僕らは楽しみに待っていますので、はい、ちょっと私はよくわかりませんまあ、地域公式協力隊として僕らは3年間やってきて、まあ、悔いがないというかやりきった思いが強いので、うん、まあ、今回はその集大成ということで、まあ、宿泊業は今回始められなかったんですけど、まあ、いろいろ僕らもこれから、突き進んでいくので、とりあえず一回、まあ、休んでというか、まあ、まあ、梨に集中してたな、絶賛梨の繁忙期中なんですけど休むとかではないんですけどとりあえず落ち着いて、うん、でこれからのことについてちゃんと考えて、地に足をつけてやっていきたいなというところです。はい、はい、ということで、まあ、本当に今回クラファンご支援応援していただきありがとうございました。ありがとうございました。とても実りある時間でしたし、この経験っていうのを、まあ、今後にも我々は生かしていきますので、うん、引き続き応援の方よろしくお願いします本当に今回の時間で皆さんからのたくさんの愛を感じました。どうぞこれからも見守っていってください。はい、うん、この辺で動画は終わりたいと思いますではまた会う日までさようなら。さようなら